ラオス南部チャンパーサックで古代都市求めて自転車で探検中。チャンパーサックといえば、クメール様式の世界遺産、ワットプーが知られていますが、今回目指すのは5世紀中頃にあったとされる古代都市。そして後半は、アンコール王朝最盛期の12世紀頃に整備された、クメールの街の痕跡を探します。ネット上にはほとんど情報がなく、ワットプー博物館のお姉さんも説明してくれなかったので、地図を頼りに自分で行くしかないと。ラオスが誇るワットプーの正式な世界遺産登録名はこんな感じ。チャンパサック県の文化的景観にあるワットプーと関連古代遺産群。6世紀頃から建設が始まったクメールの聖地ワットプーを中心に、周辺の古代都市や寺院を含んでいます。歴史的背景説明は諸説あるので、公式ホームページと博物館をベースにしますね。ワットプー本殿の丘からバライ方面を眺めています。5キロほど先はメコン川です。この風景は800年前から変わっていないように思いますよね。詳しくは別動画で説明しますが、ここではワットプーの概要だけ。最初に聖地としての建設が始まったのが5世紀頃。その後、10世紀から13世紀にかけて、アンコール王朝の宗教施設として大規模に改修されてきました。13世紀頃にはラオ族の南下が始まり、アンコール王朝の衰退も重なって、上座部仏教の寺院として使われるようになっています。現在残っている建物の多くは10から13世紀建造のもので、本堂の仏像は仏教寺院への変更後のものとなっています。博物館にあった古代都市を示す地図がこちら。右側端っこの茶色い部分がメコン川です。右側にある20の壁で囲まれたエリアが5世紀の古代都市、左側の赤いエリアが11世紀頃の宗教都市と考えられています。結果的には車でのアクセスは不可能。自転車やバイクで近くに行って、最後は歩くしかないという大冒険になりました。ワクワクしませんか？1日目は10キロ離れたチャンパーサックの宿で自転車を借りて、ワットプーと古代遺産群を走り回りました。2日目は運転得意なタイ嫁ちゃんのレンタルバイクに乗せてもらって、前日見つけられなかった遺跡の再探検とちょっと遠い遺跡へ。最初は5世紀頃の右側の古代都市について簡単に。1世紀から7世紀頃にかけて、インドシナ半島を支配していたのは、海洋貿易を中心とした、フナンという国家でした。6世紀に入ると、フナン国の属国として陸路輸送を担っていた新郎が力をつけてきます。7世紀にはフナン国を追い出して、カンボジアからラオス南部、タイ東北部を支配するようになった国です。公式ホームページでは、この古代都市こそが新郎の初代王であったバババルマンが一時期首都とした町であったとしています。その名がシュレスタプラ。まあこの辺りはこんな説もあるんだとご理解ください。さてこの地図は博物館に展示されていたもので、20の土塁に囲まれ、多くの神殿やバライが記載されています。東西 2000m、南北 1800m なので、チェンマイより一回り大きなエリアです。街歩きの音も Google マップで見るとこんな感じ。じっくりじっくり見ると遺跡が浮かび上がってきます。最初にやってきたのは、大規模なレンガ遺跡の写真が博物館に展示されていた、フワイサーホウというサイト。幹線道路横に広がる空き地、地図上の場所はここで間違いありません。遊んでた子供に聞いても、知らない、と。写真のような遺跡が整備されていると期待していたのですが、埋められてしまったんでしょうか。仕方なく、
すぐ横の林の探索を継続。ちょっと大きめの石が転がってるけど遺跡かな。次の目的地はこちら。丸いお堀に囲まれた島みたいになってます。地図には仏塔マークがあるので遺跡です。幹線道路から数十メートルあぜ道を歩くとお堀に出ました。前日からすぐ横の道を往復していたのですが、言われないとここが遺跡だとは気づかないレベルです。じっくり見ればお堀に囲まれた島っぽくはあります。あの島に神殿が建っていたとすれば、アンコールワットみたいに重要な施設ですね。ここまでは幹線道路からすぐの場所でしたが、ここからは Google マップに道の表示がない冒険開始です。ノンサパンヤイは右へ1キロという看板があったので、とりあえず探検に向かいます。この時点で何があるかは全く不明。どうも内側の土塁に並行しているので、まずは古代の土塁を探していきます。20軒ほどの集落を抜けると、そのまま田んぼにつながっています。あぜ道よりはちょっと太くて、バイクでも通行できるレベルです。場所的には左側に続いている林が古代の土塁と思われます。道がないので、この時点では近寄れません。 Google マップの道はこの辺りで終点なんですが、ここで左へ急カーブ。もちろん遺跡なんて地図には記載されていませんが、古代の土塁切り開いたな。突如始まる先の見えない下り坂にビビる僕。ブレーキをかけながら慎重に下っていきます。突然現れる水路に細い橋、勢いで渡るしかないですね。古代都市シュレスタプラを囲む内側の壁を通り抜けたようなので、一旦自転車を置いて引き返してみましょう。この水路が自然の川なのか、もしくは土塁を守る堀なのか、もしそうだったらワクワクします。そんな資料を読んだことないので。現在地は内側の壁の外側数十メートル地点、外側の壁までは200メートルぐらいの感じです。内側の壁に向かって道が登っているのが分かりますか。ここに土塁がありますね。高さ3メートルぐらいでしょうか。草が生い茂っていて地面が確認できませんが。さて、自転車を置いてきた場所には田んぼと山並みが広がっていました。朝の爽やかな空気の中、ほんと美しいです。切り立った三角錐の山が、青山プーカオです。頂上の巨大な岩を芝のシンボルに見立てています。ただこの山、いつも雲に隠れてて、めったに姿を見せませんでした。自転車を置いてジブリのトンネルをくぐります。勝手に命名しました。看板なんて全くないので、バイクが通った跡があるところを進みます。まあ農家の方がサバイディーと声かけてくれるので大丈夫。ちょっと休憩していた方々に聞いてみると、ノンサパンヤイはあそこだと、田んぼの向こうの森を指さしてくれました。この時点では、森に埋もれたクメール遺跡みたいなのがあるんだろうなぁと思ってました。現れたのは、埋まりそうな池。ちょっと大きめな石がゴロゴロはしていますが、これが遺跡由来かは疑問ありです。帰りがてらさっきの皆さんに池があるのと聞いたら、もちろんと教えてくれました。 Google マップの空撮写真にこの池が写っているのを見つけたのは、旅行からタイに戻ってきてからでした。
次は左側のクメールの町を走り回ります。バットプーの南側にはクメール族による町が建設されていました。 Google マップの空撮写真でもはっきりと痕跡を見られます。ただこれは遺跡保存の目的で木を植えているのかもしれません。あの山のふもとがワットプー。南側の町を目指します。この地図はタイのサドック・コックトム遺跡の資料館にあったものです。アンコール最盛期のジャヤ・バルマン7世の時代に作られた王の道を示してます。王都アンコールからワットプーにも道が伸びていますね。右上に伸びる道がそれです。ワットプーの資料館には周辺の王の道を展示していました。経路上にある点は宿駅が設けられた地点でしょう。ワットプーのナンディ宮殿のあたりから王の道が南に伸びています。今走っている道には王の道の看板も掲げられています。車が走れるレベルに改修されているので、この辺りは王の道の痕跡は感じられませんね。小さな川に古い橋の痕跡があります。この橋が古代からあるとは思いませんが、道の曲がり具合から昔の道は向こうを通っていたことがわかりますね。ここもわかりやすい。王の道はまっすぐ走ってます。綺麗に整備されたエリアに入ってきました。クメール時代の町の中心的な寺院と考えられる本南寺大石です。タイのブリーラムにあるムアンタム遺跡と同じようなイメージかな。パノムルンが王族のための神殿で、ムアンタムが町の住人のための神殿でした。現在見られるのは比較的小さな神殿だけなんですが、ここの見どころは遺跡の修復過程です。周囲の草原に大量の石が並べられていますよね。今後あれを組み立てていくんでしょう。この辺りは回廊になるかもしれませんね。本南寺大石の東を Google マップで眺めていて気づいてしまいました。参道とバライの痕跡だ。北側からバライへ向かう道がありそうなので、田んぼの中の道を進みます。子供の頃は田んぼを駆け回って育ったので懐かしいです。今、日本で田んぼを駆け回っていいか知りませんが、バライを囲んでいる森に入っていきます。もう、道が続いているのかどうかも全く不明。探検です。川が行く手を阻む、王の道で橋の痕跡があった小川だと思われます。橋を渡ります。森を抜けると水田が広がっていました。囲んでいる林がバライの周囲の痕跡です。巨大なため池があったことを想像してくださいね。最後の探検はタオタオ遺跡です。ここもワクワクが止まらない冒険でした。近くまでバイクで行って、最後はあぜ道を歩きます。村人や農家の方とサバイディと挨拶しておけば大丈夫。ラオスが誇る世界遺産へのアクセス道路なんだから。田んぼの真ん中には芝のシンボルであるリンガ。これを見つけた時はテンション上がりました。遺跡はどこですかと聞いてみると、そこの森の中だよ、川があるから今行けるか知らんけどと。
ここにもあった。全部で3つ発見しました。必死で川をジャンプして森に入ります。蛇でも出たらもう無理です。お、ジャングルに眠る遺跡発見。低めの壁で囲まれていますね。もしやこれは。はい、タイでもいくつか見てきた療養院の遺跡です。療養院はクメール王朝最盛期のジャヤバルマン7世が国内120カ所に整備した病院と考えられています。これはバンコク国立博物館で見かけた療養院の見取り図です。門を入ると左側に胸像があり、正面に指導があります。バライの位置や大きさは異なることがありますが、タイで見に行った3カ所はどこもほぼ同じ構成です。町のすぐ外側にあるというのも共通していますね。壁の崩れているところから中を覗き込みます。左側が洞門です。草の中に石が積み上がっているので、あそこにあった胸像が崩壊した跡でしょうか。地道からは大きな木が空に向かって伸びています。ジャングルに飲み込まれた遺跡感たっぷりです。今回は南ラオスの古代都市を探検してみましたが、いかがだったでしょうか。本当に大丈夫かなーなんて道を進み、農家の皆さんに助けられて走り回った2日間でした。いやー楽しかった。